Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。今日は僕の後輩に来てもらいました。こんにちは、韓国から来たチヨンです。国立大学の医学部に今在学しています。そう、俺のジョンは俺の後輩なんだよね。短期留学とかではなくて普通の学生として留学をしています、ジョンは短い留学じゃなくて本当に普通に俺たちと同じように大学で医学を勉強してるんだけど、そもそも日本に来たのはいつぐらいなの？2016年だったので、今から5年前です。最初来てから、その言語の研修みたいのをやってもらったんです、1年間東京外大で。東京外大で1年日本語勉強して、それから国立大学に入って、それで4年目です、今。ああ、なるほどね。じゃあ後で日本に来た時の日本語の能力とか聞くんだけど、まず最初になんで日本で留学しようって思ったの？日本に留学しようと思ったのは、お父さんが普段日本に結構興味があって。あ、そうなんだ。はい、それで、まあ、日本の情報とか留学の情報とか、接することができましたけど、それで国費留学という制度を。国費留学、文部科学省の国費留学という制度がありますけど、それを知るようになって、それでちょっとこれはいいなと思って。でも韓国で勉強する方がやっぱ簡単か、やっぱ韓国に住んでるから韓国で勉強する方が簡単というかやりやすいと思うんだけど、なんで日本なの？まあ、いや、でもまあ特別に何か目指してきたわけではなくて、はい、留学はどうせで大学生活するなら、留学してもいいんじゃないかなと思って。ああ、なるほどね。そんな軽い気持ちで来ましたけど。そう、留学するときは国費留学っていう国がお金出してくれるのと、私費留学っていう自分でお金を出さなくちゃいけない2つのパターンの留学があって、ジオンは国費留学の方だったんだね。じゃあちょっと国費留学について詳しく知りたいんだけど、それってどういうやつ？国費留学はその日本の政府が、留学を直接選抜して、それから国立大学に留学させて勉強させてくれるような。あ、そうなんだ。え、その国立大学じゃなくて私立大学でもいいの？それは。いえ、多分私立大学には入学できないと思います。あ、国費留学だったら。なるほどね。国費だから国立の大学じゃないとダメなんか、多分。国費留学に申し込むときにはどういうことをしたの？申し込むときはまずは日本の大使館に書類で申し込まなきゃいけないです。あ、まず日本、それはインターネットでもできるの？インターネットではできなかったんです、僕が申し込んだ時は。あ、じゃあ韓国の日本大使館に行って書いて、書類をもらって郵便で出した気がします。あ、そうなんだ、はい、何書くのそれには？書くのが高校での成績とか、また添付するのが英語の能力試験、 TOEFL とか TOEIC とか、そういうのを添付したり。あ、なるほどね。英語じゃなくて日本語能力試験も添付するの？その日本語能力、それも添付してもいいと思います、でもそういう能力試験の資格は添付したらいいけどしなくてもいいみたいな。あ、そうなんだ。そんな感じです。え、じゃあジオンはその時に日本語能力の日本語能力試験の結果もなんか出してませんでした？あ、そうなんだ、はい、え、じゃあ英語だけ？英語だけで。あ、それでも大丈夫だったんだ。いや、それが初めてのステップです。あ、それが初めてのステップね。はい、その時その書類と自分がどういうことを考えてるかみたいなことをちょっと書いて、それで出しますけど、はい、自分が思ってることを書くのは韓国語でいい？いえ、僕は日本語で出しました。多分日本語じゃなきゃいけないと思いますけど、それ絶対国によって違うと思います。あ、そういうことか。韓国では日本語で書いて提出しないといけなかったんか。そうです。なるほどね。じゃあその時は日本語はまあまあできたってこと？その時は1年半ぐらい日本語を勉強しましたけど、多分 N1 をやっとギリギリで受かるぐらいだったと思います。1年半勉強したから書くのはまあ大丈夫だったかもしれないけど、話すのはどうだった？話すのは全然できなくて。全然できなかったの？マジで全然できなくて書類出して OK だったら筆記の試験がある。そうですね。あと面接もあるの？面接もあります。筆記が受かった、筆記を受かったら、
で次のステップで面接がありますけど、うん、その面接のために3ヶ月ぐらい暇がありますけど、うん、でその3ヶ月の間めちゃくちゃ会話の練習、会話の練習をそればっかりやりました。本当にあ、そうなんだ。最初申し込むときは今の会話も全然できない、うん、絶対できない、絶対できない絶対できないです。なるほどね。え、その筆記の試験はどういう試験があったの？筆記の試験はまず数学と英語と、うん、日本語がみんな共通で受かる試験で、受ける試験で、次に僕はその医学科を目指していたので、それで化学と生物を置きました。医学科じゃない人は別にないのかな？文系の人だったら数学と英語と日本語で。あ、なるほどね。で、日本語の面接はどういうこと聞かれたの？いや、ちょっと覚えてすごい昔なので。あ、そうだよね、あんまり覚えてないですけど、うん、まあ、一番メインな質問は、うん、なんで日本に行きたいの、大学はどこに行きたいの。あ、なるほどね。で、その大学からどういうことを学んで、それからの進路をどういう風に考えてるのみたいな。おー、なるほどね。そういうことね、うん、そういうことを聞かれました。まあ基本の質問だよね。そうですね、それが一番基本で、まあそれから、まあ、国に帰りたかったらどうするのみたいな。国に帰りたかった、あ、それって勉強してる途中に国に帰りたくなっちゃったら、あ、辛いよって6年間も日本大丈夫っていうことか。あー、そういうことね。他の国の留学生で日本に留学した人とかも一緒にいた？そうですね、国際留学受かったらその東京外大で1年間日本語の研修をもらうのが必須なんですけど、うん、あ、そうなん、必須なんだ。はい、それでその年選抜された留学生がみんな集まって勉強するんですよ、日本語の勉強。あ、でその時本当にいろんな国から留学生が来て、僕が一緒に勉、あ、いろんな班がありますけど、うん、僕が一緒に勉強していた班はブルガリアとか、お、ロシアとか、あ、ロシアとか、アゼルバイジャンとか、アゼルバイジャンとか、え、ブラジルとか、そういう遠いところもいます。あ、いたんだ。アルゼンチンもいるし、ブラジルもいるし。あ、じゃあもう本当にいろんな国から。そうです、いたん、いろんな国の人がいたんだ。そうです。じゃあみんなにもチャンスあるね。絶対、絶対あると思います。絶対あるんだ。まあその時いろんな班があると言いましたけど、日本語は全然話せないくらいの、それぐらいの人もいた気がします。あ、そうなんだ。なので、まあ熱情さえあればできるんじゃないかなと。詳しい情報などは多分大使館で教えてくれるので。なるほどね、聞いてみたらいいと思います。国によって違うと思いますので、うんうん、でもみんなチャンスがあるのは結構嬉しいんじゃないかな。ですね。東京外大で1年勉強した後にいきなり普通の大学生の授業が始まったけど、分かった？授業。そうですねそれ最初本当に大変でした。あ、どのぐらい、何パーセントぐらい理解できた？理解は授業によって違いますけど、うん、軽い授業だったらまあまあまあできたりし、できたりもしますけど、文学の授業とか、うん、そういうのはもう絶望でした。絶望だ医学はどう？医学の勉強は、医学の方はそうですね、そっちもやっぱり難しいです。そうだよね。それ実はまあ今も難しいんですけど。今も難しいか、はい、でもなんとか授業についてこれるぐらいには成長するの？1年勉強した後やっぱり、うん、やっていくと成長します。あ、そうなんだ。はい、教科書を読んだりするのも最初はすごい遅いんですけど、うん、成長するし、そこもまたその先生の方々もやっぱりそういう事情をやっぱり分かっている先生も多いので、うん、ああ、なるほどね。少し分かりにくいところは丁寧に教えてくれたりもするってことかな、うん、そうですね。他の留学生とは話したりするの？外大で知り合った他の留学生と。今はもう連絡がつながってるかって話ですか？うん、やっぱり大学入ったらすごい忙しいし、うん、大変なのでそういう連絡をする暇はあんまり出ないんですけど、1年前ぐらいに一緒に勉強した留学生から連絡が来て、うん、まあ、すごい嬉しかったこともあります。他の留学生も大変だって言ってる？絶対、はい、そうです、大変だってみんな言ってますでもでもみんなちゃんと大丈夫で、なんだろう、そうですね、次のなんとかなんとかねやっていってます。あ、じゃあまあなんとかできるんだね。辛いけどなるほどね。そうです。最近コロナのせいで、うん、対面授業じゃなくて、うん、録画オンライン授業になってますけど、うんうん、それでちょっとその授業が録画できて、うん、それをまた見ることができて、僕はちょっと良かったんですけど最近、うん、僕すごい逃してたな内容を。あ、なるほど。そういうことを思いました。まあ普段聞くときは、うん、俺まあまあ聞いてるなと思いましたけど、うん、まあ抜け目なく
まともに見たら時間がすごいかかってしまって、うん、まあ俺まだまだ本当に足りないな。じゃあオンライン授業があって、まあ、あんまり良くないって俺たちは感じてるけど、まあジョンはまあまあいいじゃんって感じかな。僕にとってはすごい勉強になってます。最高？最高です面白い。今医学の勉強は日本語以外の自分の国の韓国語でも勉強してるの？あ、そういう暇がないですね。やっぱり忙しいので日本語で勉強するだけでも。ジオンは将来韓国に帰るの？それとも日本に残って勉強するの？まず日本に残るとしたら大学の生活の中で作った先輩とか後輩との関係とか、また教授の先生との関係とか、うん、そういうのはすごい、まあ、役に立つんじゃないかなと思いますけど、うん、でまた韓国に帰るとしたら、まあ、日本で勉強したこういう経験、うん、日本に医療知識を日本語で知ってますので、うん、そういうことを活かせて、まあ、やっていけるんじゃないかなと思って、うん、今思ってるのは、うん、その日本語の今受けている授業とかは難しいので、うんうんうん、やっぱり医者として日本で生活できるのかなと、そうちょっと疑問を抱えてしまうので、あ、それで、まあ、韓国に帰って日本と韓国の間のそういう架け橋になるのがもっと僕にとっても、うん、国にとってもいいんじゃないかな。めっちゃいいじゃんって思っていますその時は韓国で医者になるってことかな。韓国でメインで活躍した方がいいんじゃないかなと。でもまあ韓国は一応今全部英語でやってますので。あ、そうなの？はい、また学び直す時間は必要だと思いますけど、まあ内容は多分ほぼ変わんないと思いますので。あ、言葉だけだから。言葉だけなので韓国の試験の勉強をまたして資格を取って、そういうつ、はい、そうするつもりです。なるほどね。じゃあ日本でこのまま医者の免許は取って韓国に帰って、でまたちょっと言葉勉強して韓国の医者の試験も合格するって。じゃあ2つってこと？医者それかっこいいねじゃあジオンにとって日本語を勉強するときに難しかったことって何？僕は最初来た時は、うん、読んだり聞き取ったりするのはできましたけど、うん、日常の会話とか、うん、でまた作文とか、うん、そういうところは全然できなかったので、うん、また漢字も難しい漢字とか、うん、全然わからなかったので、うん、まあ、地名や名前などを読み上げるのが難しかったり、うん、そういう時はどうやって勉強したの？体で経験しながら体で経験しながらね学んだんです。なるほど。特に会話はそうです。韓国で初めて日本語を勉強した時は何が難しかった？初めて勉強した時は韓国語と日本語って文法は似てますので、うん、文法の方はまあまあ良かったんですけど、やっぱり漢字です。やっぱり漢字韓国も使わないので。あ、じゃあどうやって漢字を覚えた？漢字はもう黙ってやるしかないです。黙ってやるしかないもうそれが答えだ。もう何回も書いて覚える感じ。そうです。ジオンは日本語を勉強した時、韓国で日本語を勉強した時どうやって勉強した？僕は日本語を勉強する時に、うん、塾で勉強しました。そこで。じゃあ自分だけじゃなくてそういう日本語の教えてくれる先生がいて、あ、で、はい、毎日単語の試験を受けたり、あ、でそれ以外にも、まあ、読んだり聞いたりする練習を繰り返してやった気がします。韓国で1年半勉強してたって言ってたけど、うん、それはもう毎日言語学校に通ってたの？週6回は行きましたので。週6回？はい。1年半を週6回？マジか。でも韓国の高校生ってみんなそれぐらいはやります。でもジオンは高校の勉強してる時に日本語の勉強もしてたってこと？ああ、もう授業は全然無視して自分の勉強やってました。あ、学校にいる間は。あ、そうなんだ。はい日本語の勉強ってこと？はい、日本語の勉強や英語の勉強。ああ、なるほどね。もう、はい、韓国の大学行かないから。そうです、そっちはもう捨てちゃって。でもやっぱり高校には行かないとだからさ、いつその日本語の言語学校に行く時間があったの？学校が終わったら5時ぐらいですけど、うん、で5時からまあ10時まで、そんな感じで5時から10時まで日本語の学校に行って日本語を勉強してた、はいはい、1週間に6日やってたってこと？そうです、6日やって、まあ、土曜日とかはちょっと余裕があったりも
しますけど。ああ確かにね、はい、それを1年半やってたらそれは上手になるわ多分これは多分あんまりみんな参考にならないねこんなにこんなに勉強できないよねまあでもすごい面白いね、こういうなんだろう、勉強の環境があったのは面白い。じゃあ実際に日本に来てみて生活するとき何が一番大変だった？僕一人暮らしとかやったことないので、うん、それでその電気代とか家賃とか、うんうん、また国民保険そういうところでちょっと難しかったし、やっぱり一人暮らしになったら自分の生活に自信を持って、で、まあ、自分の生活を愛しながら、自分の生活を愛するってこと？そうですね、まあそういう表現しか出ないんですけど、まあ、時々、うん、まあ自分が情けないなとかこれでいいかな、そういうことを考えてしまいますけど。ああなるほどね、はい、そういうのじゃなくてちょっと自信持たないと、はい、心がどんどん辛くなっちゃうってことかな。そうです。あ、日本人と友達にも結構なれる？そこは実は僕もあんまり自信がないところです。あ、そうなんだ。はい、まあ、そうなんですけど、日本の人とやっぱり 育ってきた、うん、環境とかが違うので、うん、会話とかしていったらなんかその会話の中に入りづらい時もあります。なんか、うん、テレビの番組の話とか、うん、じゃなかったら、まあ、幼い頃の見た漫画の話とかそういう話が出たら、うん、やっぱり僕は全然知らないので。あーなるほど ね、まあ、でもやっぱり留学生なので、うん、先に近づいてきてくれる人がいるんです。多分そういう人たちはやっぱり皆さんに興味を持っていて、うん、でまた理解しようとする気持ちも持ってるはずなので、うん、すぐ仲良くなれるんじゃないかと思います。あ、それ海外に興味を持ってる日本人も絶対いるから、 そこは心配しなくても大丈夫かね。そうです。日本人の友達はどういう人が多いの？クラスメートとか部活とか。あ、僕は部活の方が多かった。あ、そうなんだ。やっぱり部活をやると、うん、もうちょっと狭い関係の中で、うん、そうだよね、部活って、ね、確かに部活って狭いけど関係も近いもんね。関係も近いし、もっと深くなれると思いますので、うんうん、ね、どっか部活で他の場所に一緒に泊まりに行ったりとか、そういう時があると一緒に暮らすからね。そうです。で、実は俺とジオンも同じスキー部でね、知り合って、だから俺の後輩として俺も知ってるんだけど、じゃあ部活はだから結構いいかもしれないね。そうですね、うん、やっぱり、うん、日本にいる時たまに、あ、やっぱ韓国帰りたいなとか思ったりする時もあった？寂しいなとか。そうですね、勉強が辛い時にやっぱり、うん、いやこれ韓国語でやったらできたなとか、そういうこと考えたら、あ、帰りたいなと思ったりもします。あ、なるほどね。じゃあそういう寂しいなとか帰りたいなって思った時はどうしてる？どうしようもないです。どうしようもない耐えるしかないです。なんか電話するとかさ。あ、そうですね、家族と電話したり、うん、国の友達に電話したり、うんうんうん、そうしたらその時間はなんとか耐えられるみたいな、そんな感じです。うん、まあ、また、うん、最近やってるのは、うん、まあ、スポーツクラブに行ってますけど、うん、でそこで死ぬほど走ったらもう何も考えられなくなる。なるほどね、はい、そういう運動したりもします。あ、運動は結構いいよね。で、最後に日本にこれから来る人に何か伝えるメッセージがあるとしたら何かな？日本語が上手じゃなかったりしたら、うん、心配すると思いますけど、うん、まあ、でも僕も最初来た時に会話とか全然できなくて、うん、それでコンビニに行ってなんかレジでお箸いりますか、うん、とかの話を聞、それが聞き取れなくて。あ、お箸いりますか？はい、あ、そうですね、それですごい困ったり、うん、そういうこともあったんですけど、まあ、今は全然普通に生活できていて、うん、勉強もできてますので大丈夫だと思います。うん、はい、日本語が怖いから留学やめるって考えるのはちょっともったいないってことだね。はい、じゃあ今日は本当ジオンありがとうね。ありがとうございます。おー、お疲れありがとう本当に。いや、これ編集大変じゃないですか。大変だよ。絶対大変っすね。大変いつもね5時間ぐらいかかる。あ、でも外国人で日本の大学で勉強してる動画ってあんまないし、うん、そうだから本物だし本当に役に立つ、うん、あとはいろんな言語で翻訳されるから頑張って世界の人が見てくれたら嬉しい ね。やっぱりそうですね、やりがいのある、うん、ですね。じゃあご飯でも食べ行くか。
きます。うん、もちろんおごるから。ありがとうございます。